三好総山、総山著文奇州より、大馬のこと。口述の女性の妖怪、義馬として描かれている。大馬は、本州や四国各地に伝わる会議。馬を殺すと言われる魔性の風で、馬を飼う地方では、非常に恐れられていた。大馬は路上を歩いている馬を突然にして死に、たらしめてしまうという。倒れた馬は、 口から肛門にかけて太い棒を差し込んだかのように、肛門が開いているといい、馬の鼻から魔物が入り込んで、尻から抜け出すために起こる怪異と言われた。浅い領域の著書、おとぎ女子には、大馬のことが詳しく述べられている。それによれば、急につむじ風が起き、馬の前方で、砂煙が、車輪のように回り、砂煙が、馬の首に近づくと、 縦紙が一本一本逆立ち、その縦紙の中に赤い光が差し込み、悲鳴とともに、馬が倒れ、馬が死ぬとともに、風が消えてゆくとある。終わり国やミの国などでは、ギバといい、小さな女性のような姿の妖怪で、黄色の着物と金の頭飾りを身につけており、玉虫色のコ馬に乗り、空から馬を襲うという。馬は、危険を感じて、ひどくいな,なくが、 足を絡みつけて、馬が抵抗できないようにする。そして、義馬が、にっこりと微笑むと姿を消し、標的の馬は右に数回回り、命を落とすという。大馬を擬人化したものが義馬との説もある。また、日立国の民話によれば、馬の皮剥ぎをしていた家の娘が、自分たちが、周囲から差別されることを悲しんで自殺し、義馬に生まれ変わり、 その怨念から馬を襲うようになったのだという。滋賀県大津市にも同様の伝説があり、義馬となった娘は馬を殺すことで、馬の皮剥ぎをする、父の飽きないを助けているという。大馬の発生時期は4月から7月にかけてで、特に5月から6月、晴れたり曇ったりと天候の変化の激しい日に多い。また美ノでは白馬の実が被害に遭い、演習では、 栗毛や影の馬が、被害に遭いやすいと言い、老婆やメスの馬は被害に遭わないとも言う。大馬の被害を防ぐには、馬の首を布で覆う、あぶよけの腹当てをする、馬の首に鈴をつけるなどの方法が良いという。また被害に遭ってしまった際には、馬の耳を切って、少量の血を出したり、馬の尾骨の中央に針を打ち込んで馬を刺激すれば、馬は正気に戻って助かるという。 前述の乙ぎ女子によれば、馬の前方を刀で切り払って、光明神言を唱えれば、怪異を逃れられる、とある。明治時代の物理学者、吉田寅彦は、著書、会異以降で大馬のことを取り上げており、大馬の発生場所、時期、被害の状況などから、一種の空中放電現象による、感電子ではないかと考察している。 大津市三井寺町の長良神社には、かつて馬の病気が大流行した際、その病害を鎮めるために建てられた馬上神社がある。馬方が街道を旅していた時代には、義馬よけとして、大津東町馬上、大津東町上下寺合と記した馬上神社の腹掛けが用いられた。荷物運搬の手段が、 馬から自動車となった現在でも、馬を愛する人たちから、馬の守護神として信仰されており、馬用の義馬よけの札も配られている。競馬や乗馬の関係者の訪問も多い。東明憲,憲法6年2月19日上、路地で、馬が、原因もなく、休止した、という記述がある。これは会議と関連付けられて記述されているものでは、ないが、 中世前半の日本人が、馬が原因不明の休止をすることがあると認識していた記述の一つである。ありがとうございます。